メディアを再生するアイアンホース前編2時間29分50秒アイアンホースは1924年に公開されたアメリカ合衆国のサイレント映画で制作はフォックス映画監督はジョン・フォードジョン・フォードのキャリアにおいて節目となる作品でこれ以降フォードは生涯にわたって西部劇というジャンルに取り組んだフォードにとって初めてのメジャー作品 他社の西部劇の成功に焦ったフォックスが急遽制作、制作費も予算をオーバーした。2011年、アメリカ議会図書館は文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして、アイアンホースをアメリカ国立フィルム登録簿に保存した。イリノイ州、スプリングフィールド。エーブラハムリンカーンは南北の対立解消とは別にアメリカの東と西を結ぶ。 大陸横断鉄道の構想を持っていた。測量技師ブランドンはそれに賛同し息子デービーを連れて西へ旅立つことにする。デービーと仲の良かった土建業者の娘ミリアムが雪の中涙で二人を見送る。シャイアンに到着した不死。険しい参道に線路を敷設する夢を語りながら野営しているところにシャイアン族がやってくる。デービーは隠れて難を逃れるが、 父親は、シャイアン族に帯同していた日本指のコマンチ族の男によって虐殺される。数年後、大陸横断鉄道の計画が本格的に始まる。東のオマハからユニオンパシフィック鉄道が、西のサンタモニカからセントラルパシフィック鉄道がそれぞれ線路を延長し、接続させる予定である。ユニオンパシフィックの鉄道敷設を請け負うのは大人になった。 ミリアムの父親マーシュ。その下で働く義士ジェッソンはミリアムの婚約者でもあった。インディアンの襲撃などで工事は難航する。マーシュは予定を変更して近道のコースの検討をジェッソンに頼む。その話を聞きつけた地主のデロー。自分の土地を通して利益を得ようと酒場の女ルビーを使ってジェッソンを誘惑、仲間にする。ミリアムは インディアンの襲撃に巻き込まれる。窮地を助けたのポニーエクスプレスの青年は成長したデイビーだった。デイビーは近道だったら父親と見つけた険しい賛同の方が適しているとマーシュに教える。マーシュは確認のためジェッソンを同行させる。ジェッソンはデローの指示で崖を下っていたデイビーの命綱を切断。マーシュの元に戻りデイビーの死の報告と賛同より デローの土地を通すべきと報告する。墜落しながら奇跡的に一命を取り留めたデイビーが戻ってくる。デローが集めた用心棒に殺されそうになるデイビーだがアイルランド系労働者に救われる。ミリアムとの約束でデイビーはジェッソンと仲直りの握手をしようとする。しかしジェッソンは拒否した上デイビーの背中を打とうとする。男らしく殴り合いの一騎打ちで デイビーはジェスソンに勝利するが、約束を破ったとミリアムに罵られる。日本指のコマンチ族の男が、シャイアン族のもとにやってきて、総攻撃を提案する。デイビー、ミリアム、鉄道妊婦、さらには、酒場の女たちも一緒になって交戦する。戦いの中、デイビーは、父のあだ、日本指のコマンチ族の男を発見。 実はそれはインディアムを装った白人のデローだった。デイビーは死闘の末、デロンを倒す。デイビーは、ミリアムと別れにしへ行く。セントラルパシフィックの鉄道妊婦となり、線路を伸ばす。そして1869年、大陸横断鉄道が繋がり、デイビーは、ミリアムと再会を果たす。デイビーの子供時代を演じているのは、ウィンストン・ミラー。パッチルース・ミラーの弟で、後に、 脚本家、プロデューサーとなる。脚本の中には、フォードの荒野の決闘がある。1920年代初頭から、グロセットダンラップ社は、ハリウッド映画のノベライズ小説を出版していて、本作も、アイアンホースとして小説化された。著者のエドウィン・シー・ヒルは、ジャーナリスト出身で、後には、ラジオのアナウンサーになって、ザ・ヒューマン・サイド・オブ・ザ・ニュースなどに出演した。 ありがとうございます。